今年2件目の熊による人身被害が発生しましたこちらからです、はい、今日午前、宇戸町の山林で70代の男性が熊に襲われ怪我をしました命に別状はないということです男性は山菜取りのため自宅裏のこちらの道を通って山に入り熊に襲われたということです現場へ続く道には草木が薄そうと生い茂っています 今日午前8時半頃、羽後町飯沢の山林で、近くに住む農業、柴田静雄さんが山菜採りをしていたところ、2頭の熊に遭遇し、襲われました。柴田さんは、顔や背中などを引っかか,かれ、けがをし、自力で山を降りた後、病院に搬送され、現在手当てを受けています。 県内では今年4月に大館市の山林でも山菜採りをしていた70代の男性が熊に襲われ重傷を負いました今年起きた熊による人身事故の件数は去年の同じ時期より減っているもののこの時期は熊が活発に移動する時期で山に入る際は十分注意する必要があります 今年親離れしたその子熊があちこち餌場を求めてですね広範囲を移動してくるようなそういうふうな時期に当たりますのでえそういう意味ではあのこれからの季節ちょっとあの山に入る際には非常にあの注意をしていただきたい山に入る際は鈴やラジオなどで音を鳴らしあらかじめクマを遠ざけるようにしましょう